はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこちらのユリとかトルコキキョウ、バラですね、そしてこのピンクのデンファレ、こちらの花材を使ってちょっと豪華なアレンジメントをこちらの器にね、刺していきたいと思います。どうぞ。はい、ではアレンジメントを始めていきます。まず最初にこちらのユリを刺しますね。はい、そして今回はユリが2本ありますので、もう1本ユリを低くね、これより低く刺します。でユリはこう開花した時のことを考えて刺していきましょう。このユリの花は必ずね、こうお花が開花しますので、大きく開花するようなことを考えてこの間を離していきますね。はい、そしたら次にこのねバラを入れていきます。このバラもユリがねこう開いた時のことを考えて、そこの時に接触しないような場所に入れていきます。ね、こういうね器の場合はもう上に刺していく花でどんどんデザインが決まっていきますので、結構ねこうアレンジをしていくのが実は難しいんです。ちょっと凝った器の方がアレンジはしやすいので、ぜひねこういう器でチャレンジすること、練習の時はこういう器でチャレンジすると良いと思います。はい、これで大体こうバラのねとユリでラインができました。こういう感じですね。そしたらこの状態でこの間にこうグリーンを入れて少しこうファンデーションワークをしていきます。まずはレザーファンからいきましょう。レザーファンはもうこういうね、完全に中の方を埋めていきます。次にこちらのね、ドラスラの葉っぱを1枚ずつにして、間に入れていきます。やっぱりこのドラスラの葉っぱをこのようにね、少しこう、癖をつけてから入れていきましょう。はい、そしたら次にこのトルコキキョウをねアレンジに入れていきます。
このトルコキキョウっていうのはね、バラに似てますけど、やっぱりバラよりちょっとね、優しいイメージがありますので、こう入れておくとね、この硬さがなくなって柔らかいイメージのアレンジになっていきます。はい、このような状態ですね。したら次に、このね、デンファレを入れていきましょう。デンファレもこう一番こう花がね、こういろいろ複数の花がついてますから、こう角度によって見え方が変わってきますね。一番綺麗な状態で見えるところで刺してあげましょう。はい、このような状態です。そしたら最後にこのキキョウランをこのアレンジの間に入れていきます。これもパーツに分けましょう。で、こう丸めるもの、それから伸ばすもの、そのあたりいろいろね、組み合わせてアレンジしていきます。はい、こちらで完成です。じゃあちょっと正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構ね、こうユリを使ったアレンジメントの場合は、ユリが開花した時のことを考えて配置をね、他の花の配置をしていかなければいけません。結構こうユリは大きく必ず咲きますので、その時にこうお花が重なってね、しまう、まあ少しは重なるのはしょうがないんですけど、全くこう重なってしまうのはちょっと悲しいので、それがないような感じの配置にしていきましょう。ではですね、今日はこちらのちょっと豪華なね、アレンジメントを紹介しました。また次回ね、素敵なアレンジメントを制作していきたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time!